はいどうも、のぎです。はいどうも、まっすいです。どうも、ねるめろです。というわけで、今回の企画は、元素だけでキャラを当てろ、心境螺旋クイズ。こちらをやっていきましょう。ウェイ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 。どんどんパフパフということで、はい、以前ツイッターの方で募集した、今期の心境螺旋12層を星9でクリアしたパーティー編成を募集してきたので、そちらのキャラクター4人を元素だけで当てていただきます。なるほど。ただ、螺旋には前半と後半があるので、ヒントとして片方、前半か後半、どちらかの4キャラは分かった状態で回答することが可能です。ポイントは当てたキャラの数かける1ポイントで、パーフェクトすれば5ポイントになります。質問いいですか？はい、どうぞ。いつの螺旋かっていう条件はありますか？今期螺旋なので、バージョン 4.0 後半にかけての螺旋になります。じゃあ、前半のカニを倒すためにちょっと水元素がいたりとか、後半の漂浮組曲対策で炎がいるかもって感じだね。そういうことです。螺旋の敵も結構ヒントになるので、まあ、そこも考えながらね、キャラクターを当てていただければということで、うん、それでは早速、1問目からクイズ出していただきましょう。俺も回答者側で待っていきます。それでは1問目の画像よろしくお願いします。デデンデデデンデデンデデンデン。それバロラントやよくわかったな前半で岩元素、水元素、水元素、炎元素ということで、はいはい、わかりやすいな。まあこれはチュートリアルですかね。まあサクッとチュートリアルなんでいきましょうか。これはいけるぜ。では回答の方お願いします。せーの。勝利ゆくわきイエランフート。勝利イエランゆくわきフート。勝利ゆくわきイエランフート。はい、まあ、一応これ順番とかは関係なしに元素のところが合ってたら正解って形でいきましょう。では正解の方お願いします。勝利イエランゆくわきフートということで、まあさすがにねちゃんと今の螺旋に適合してるな。カニのボスがねやっぱシールド厄介だから。厄介だね、二の間の、ちゃんとベネシャンも後半に持ってきて、これなら漂浮組曲は楽やな。螺旋に見事に適正してる編成ですね。はい、ということでじゃあ2問目の方お願いします。炎、炎、風、岩。はいはいはい。ほうほうほう。で、前半にフータを思いますね。うわ、これ悩むなぁ。3人はね、多分これ合ってるんだけど。これパーフェクト取りてぇ。これでどうでしょう？うん。美しい。はい。それでは、回答の方、お願いします。せーの、リネベネットカズハ勝利。ヨイビアベネットカズハウンキン。リネベネットカズハ勝利。お、マスヒさんと一緒だ。これやらかしたかな。いや美しいパーティーやな。勝利いやでもネルベロさんのパーティーもわかる。さあ正解はリネベネットカズハ勝利。よしよしよし。まあまあまあ新キャラですからね、それは使いたいですよ。いや確かに強いわ。これもいいパーティーだな。リネ実は炎3にしなくても全然強いから、中段体制入れたいって意味で勝利にするのも全然わかる。まあ、ネルメラさんのパーティーもねかなり強いからバランスいいしね。まあでもシールドいないよ意味やだから、確かに安定感で言ったらみんなが入れてる勝利の方が良かったね。わかりみは深かった、まあ、ただ今回はいただきましたと。ゴチです。ゴチです。5ポイントよしよしよし。ちくしょう。このリーダーでかいぞ2ポイントか。このリーダーでかいぞさあそれでは3問目の方お願いします。雷草、雷草。ほうほうで前半が綾香神格、カズハココミ神格マシンですね。俺過去のなんかダブルアタッカー理論とかダブルアタッカー無理だ、ケアできねえな。いや俺は信じるよ。いやでも並びが気になるな。俺がこのパーティー使うんだったら雷雷草草って置くからすげえ気持ち悪い。えこれ一番手はメインアタッカーとかそういうわけでもないもんな。でも私そう置きたいんだよな。まあでもこの人神里一番最初に置いてるから、そうそうそう、正確読みしたいよね。そう、一番最初に綾置いてるからメインアタッカーが一番最初に来てって読むなら、いやちょっと攻めるかこれちょっと。いや4人目がわかんねえ。整いました。自然とこうなるか。オッケー、整いました。では回答の方お願いします。国勢ナヒーダフィッシュル白術。セノナヒーダヤエミコ白術。セノナヒーダフィッシュル白術。なるほどね。ヤエミコフィッシュルはもうどうしようもないよなこれ、まあ、これはどうしようもない、うん、どうしようもない。ねえ、国政かセノか。そうそうそう。でこの人は多分ヒーラーを一番最後に置くこだわりが感じられるから、うん、逆術最後で国政使うんだったらさすがにフィッシュルだと思うから、いい感じに割れたな。正解がこちら、国政のヒーラーフィッシュルキララ。うわあ無理や惜しい無理やって無理やってめっちゃ悩んだんだよキララか逆術で。くっそー、おい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 、前半で高級な星54人使って後半2人かよいやわかる、そう結構課金してる人かなと思って、うんうんうん、だから白術行ったんだよな。そう、わかる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 、うん、星5 8人固めたんじゃないかなと思って。いやキララ強いもんな。うん、わかる、わかる。いや俺めっちゃ悩んだ、俺最初キララって言って打ち直したもんだって。これは悔しい。
い。1点なんやけど。2点。3点いただきだぜ。確かに3点もらってるやん。オッケーオッケー。やばやばやば。やばやばやば。パーフェクトこそ取れなかったが、まあまあいいでしょう。なんか、なぎさんこの手のクイズ強いんだよな。知らんけど。それでは、お次の問題お願いします。氷、雷、氷、岩。ということで、あ、理解、あ、理解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 、ちょっと待って、氷、やばい、あ、はい、はっ、氷って見た瞬間超電導がよぎって頭が、頭超電導になってる、いやてかまあこれしかないでしょ、いやでもあと2、あと2人だな、氷、雷、氷、岩、氷がわからん、3人目の、岩はわかる、岩はまあ消去法、短期で岩ぶっ刺すってまあそういうことだもんな、オッケー、整いました、行きましょうか、はい、はい、それでは回答の方お願いします。せーの。エウルアライデンミカ勝利。エウルアライデンミカ勝利。エウルアライデンミカ勝利。おお、全員一緒か。いや、ちょっとフレミネと悩んだんだけどね。まあ、ダブルでメインアタッカー入れづらい気はする。さあ、正解が、エウルアライデンミカ勝利。オッケー、全員パーフェクトですね。いいねー。差が縮まらん。一瞬さ、氷って言ってエウラが出てこなかったんだよね。わかる。物理になるよな。そう、物理なんだね。物理元素なんだよね、頭の中で。はい、それではお次の問題、お願いします。氷、炎、草、風。ん？おう。ん？氷、炎、草、風？はいはいはい。最後がわからんな。燃焼起きるけど。やばい、1ミリもわからん。風。風。81レベルめっちゃ気になる。何なんだ？ここの枠、私なら90まで上げるって。悩んじゃうな。やばい、ちょっと待って。1ミリもわからん。結構レベル読みありだと思うねんな。でもこの人ね、行く秋も80ない。多分、シオンは上げてないんかな。炎、草、風。あー。風も80ないよな。風80もね、ちょっとね、気になる。やばい、並びがすげえ気になる。絶対俺この並びにしないんだけど。文句を言うな！この並びに。違う、上と合ってないって意味で。あー、なるほどね。なんか違う気がする。いやでも星級クリアしてる実績あるパーティーなんで。あ、文句言わないでもらって。文句言わないでください。すいません。違います。文句があるんじゃなくて、俺の回答に文句があるんです。いや、わかる。私もね、回答も気持ち悪くなってる。ちょっと違うなって。それではお願いします。せーの、カウンベネットキララカズハ。カウンベネットナヒカズハ。カウンベネットナヒダリネット。あ、そういうこと？燃焼カウンってこと？燃焼カウンだね。まあ上のタイム次第だけど、下ワンチャンきつくないかな、時間と思ってリネットにした。カズハ、やべー、燃焼カウン頭から抜けてた。それあれやんな、漂浮組曲が氷風耐性高いからってこと？じゃあ、あのバリアあるやん、うん、バリアをパンってリネットさっと割ってくれるから。あー、なるほどな。そうそうそう、あのある系の。そう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 。もしそれでリネット正解だったら、私も感服するわ。もう、参りました。もう、まあ、ギミック用にね。いや、ね、普通にもう氷耐性下げよう、カズハでいいかみたいな。いや、カズハ80で止めるかな、なんか。いや、そうだよね。カズハ80で信じられないくて。いや、そう、それがね、引っかかって。もしそれリネットならもう負けても悔いはないわ。いいよ、いいよ。これはあまりにも深い読み。さあ、どうだ。カウンベネットのヒルダ、カズハ。浅くてよかった。無難、安定、間違いない。いや、そうだよな。ナヒーダだよな。いや、キララだったら俺も4番目に置くもん。配置気持ち悪かったもん、これ。リネットな気がしたもん。なんか言われて。くそー。いやー、深かった、これは。お見事でございます。これパーフェクトいただいたのか。よかったよかった。さあ、それではお次の問題、こちらです。氷、草、雷、水。面白い。待って、下。下がやばい。これは星4で揃えてると信じたいけど、ね、下、ようクリアしたな。元素オンパレードやな、これ。いや、俺、分かった。そういうことでしょ。そういうことでしょ。ちょっと待って、全然わかんねえわ。あー、配置が。配置に違和感あり。氷が70なんよな。まあまあまあ、氷は70なのはギリわかる。いやー、みんな甘いね。え、そんな自信ある？マジ？わからん。いや、全然自信ないけど。まあいいでしょう、私は整いました。あ、いや、ちょっと待って、致命的な欠陥に気づいてしまった。俺このパーティーだと一人だけ星5が混ざってることになる。これどうする、上全員星5だったら。いや、まさかね。俺は自分を信じる。 OK です。あ、それでは回答の方お願いします。せーの。プレミネナヒーラー忍ぶゆくあき。ガイアコレイ忍ぶゆくあき。超運キララフィッシュルゆくあき。やっぱね、今シーズンといえば超開花プレミネなわけですよ。なるほどな。あー、後ろが火力出すから前は別にレベル70でもいいってことか。私も後ろレベル上げればいいから、氷はまあ誰でもよくて、ちょっとガイア人気だからね。いや、でもコレイという説もある。星4で揃えるなら頼む。お願い、プレミネ
これ忍びゆくあきれそうだよなうそー、うわ1ポイントだ。あれ松井さん、あれナヒさん、なんでナヒにしたん。いやちょっとあのナヒーラー忍びゆくあき使いすぎて脳が侵されてた暇だねえなー。わかるわ。いや冷静に考えて全員星4だったら普通にコレイだったわ。いやこれは悔やまれる。いやパーフェクトいけたわ。いやちょっと懲戒かソムリエとしてこれはね申し訳ない気持ちがいっぱいですね。ちょっと私も恥ずかしい。 4.0 のリネもフレミネも透かしてるから私本店でいけてないんだけどまだ本店に入ってない本店に入ってない世界で語ってる。じゃあお次ラストということで、じゃあラストパーフェクトしたらプラスボーナス2ポイントで、合計6ポイントでいきましょう。難易度上がってるで。でもむずい。もしかしたら4人出たらないかもしれない短期さあお次最終問題、岩、雷、水。水下のパーティーいいですね。古き良き歌をパーティー懐かしいわ。懐かしい、まあ、全然元気よ。岩、雷、水、岩、短期、岩、岩。でもフータを先頭に来てるから岩アタッカーよな。いやむずしかもアルベドですらないのが確定してるから確かにな。枠減ってるもんね岩キャラ。ほぼおらんよ岩キャラ。ほぼおらん。いや2キャラ消えてるから岩キャラ増えてないもんね分金から。それでは回答の方お願いします。せーの、新滝雷電、イエラン、ココミ、ノエル、北斗、イエラン、ゆくあき、漁港、八重美港、イエラン、ココなるほどね。それぞれちょっと考えた理由語ってこうぜ。俺はシンプルに新滝雷電のダブルアタッカー編成で、まあ雷電で新滝とイエランのエネルギー配りつつ、いいね、ゴリ押しするんじゃないかっていう。新滝の銃撃とイエランの通常はもうじゃっ気合で確かにそこは知らないというもうゴリ押しです。いや私は多分この人はノエルを使いたいんだと思ったんよ。で、まあ、北斗もイエランもゆくあきもノエルの通常攻撃に対して連携攻撃乗せれるし、まあ、ノエルがいればヒーラー入れなくていいわけだから。なるほどね。だからまあとにかく連携攻撃にぶっぱできるんじゃないかと思ってこう決めました。ネルメロさん、はい、ゆくあき下にいますよ。あはいパーフェクト消えました。ありがとうございました。下にいますよ下にいますって重すぎる。死にましたドヤ顔解説中いるな下に行くは聞いて思ってみる。うわ絶対笑ってたんだ。ニヤニヤしてたんだ。性格悪いな。ちょっと歯茎出てたどうぞどうぞ。ちょっとどういう考えで。まあ新たに引いてる人がゴロを入れないはずないと思って、まあ、そうね。岩共鳴自体欲しいよね、うん、そもそも。そうそうそう。で岩3でも2でも組んでないってことはもう多分ゴロがいらないような岩アタッカーかなと思ったら、まあ強行かなっていう消去法で。確かに。で、まあ、水はイエランしかないだろうと思って雷は強力なサブアタッカーとして、まあ、ヤイミコを選択してココミはなんとなくヒーラーとして入れました添えとけと、はい、でも正直パーティーはどれもあんま美しくはないよね。エルヴさん、マスイさんのパーティーはね美しい、うん、だいぶ美しいけど、いや私ルール違反してるわ、うん、まあ、ちょっと一人ねなんか分身しとるやつがおるだけで多すぎる。もうパーフェクトないわそれでは正解の方お願いします。ノエル、ライデン、イエラン、ココミということで、どうだこれ。2人当たった。実は3人当たってる。負けた。なんか知らんけど3人当たってる。あ、でもイメージ的にはやっぱ、ネルメロさんの編成が近いのかな。かな？ノエルをライデン、イエラン、ココミでサポートして。まあ、そうね、爆発回んないもんな、ノエル。確かに短期だったな。うん、じゃあライデン入れるわ。強行じゃなかった。強行もありっしょ、全然。いやもう完全にね強キャラでキャリーするパーティーで出したから、新滝とイエランが一緒に入ってるのがもう一番面白い自分でも言ってたけどそこまで考慮するならノエルであるべきだったか。さっきの懲戒かといい読みは当たってるのにしまらねえこれナギさん24、俺の最初ポイントが3人当たってから25ポイント。うわ惜しい。悔しい。いやでも持ち直したと思うわ私は。持ち直したね。出されると分かるけどクイズってなるとこう頭から抜けちゃったりすることもね。そうそう、答え見てあやっぱそうだったわそうだったわってなる、うんうん、これはヌビレットとかフリーナとかヨセスリとか来たら難易度上がるんじゃないですか。水元素キャラはねただでさえ難しい元素ではあるからこの難易度が上がるとね、まあ、またクイズも面白くなってくるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は新キョラ戦元素クイズ、また高評価多ければ続編やっていこうと思います。それでは今回遊びに来ていただいた増井さん、ネルメロさんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひそちらからチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。次は勝つぞ。うわー。